はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。月曜闘病生活の気晴らしでね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいな血液がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よいしょ。ねここ最近ですね、朝一に血圧を測るとですね、非常に高い測定結果になっているとね、連日動画内でねお伝えしていましたけども、それはね寒さが原因だったようでして、前日の晩ご飯もね関係してるんでしょうけども、あっさり系のね晩ご飯であっても、次の日の朝はね高かったというね結果が出ております。コメント欄でね、皆さんにですよ、たくさん教えてもらってる中でですね、寒さで血圧は上がるとね、教えてもらってたことがね、ありましてね、確かにそうですよね。あったかい部屋からね、お風呂場に行く時のね、温度差であったりとか、この冬場の朝方にね、暖かい布団からこう出てですよ、おトイレに行った時のね、気温差でね、急激にこの血圧が上がってしまうんですよね。そのお風呂なら、その早く温まろうと思って、この湯船にこう入ってね、急激に体温が上がって、血圧が下がると。トイレならね、用を足す時にですよ、血圧が一気にね、下がるんですけどもね、先日もお伝えしたんですけども、これがヒートショックですよね。僕はそのヒートショックが怖いので、朝一はこうすぐにこう体を急激にね温めようというようなことはねしませんけども、寒さが僕の血圧を上げてる可能性が高いです。もう昨日の夕方ね、部屋をこのガスファンヒーター、石油ファンヒーターと電気カーペットでね、こう温めてる中ですね、部屋をなんか暖かくしてる中ですね、その試しに血圧を測ってみたところですね、最高血圧が朝よりもね、20は下がってました。20下がったところでね、普通の人よりは高いんですけども、朝一というかね、寝起きは体を起こそうとするから、もともと血圧上がるんですけども、さらにね、この寒さで血圧が上がるという状態とね、その夕方の温まってる状態とのその高低差がね、半端なかったですね。試しにね、布団の中でね、血圧を測ってみましょうかね、朝一で。でもひょっとしたらこれでね、血圧が高くなかったらですよ、完全に寒さですよね。測るか測らんかっていうのはね、寝起きで僕が覚えてたらの話ですけども、これも試しなんですけどもね、昨日ね、寝る前にですよ、暖房を消して、全部消して、ね、戸締まりをした後に、ちょっと寒さをこう感じながらね、血圧を測ってみたんですよ。ほんならね、やはり高かったです。夕方よりもね、それこそ15くらい高かったので、寒さのせいだと思っております。でもそういえばね、病院での血液内科、診察室でね、測った時もですね、強制的に測らされたんですけども、診察室に入るまではね、ちょっと時間があってですね、ちょっと寒かったので、その時もね、高かったです。その体温、体の保温機能がね、ないんでしょうかね、わかりませんけども、その次の通院の時もね、きっとね、測らされると思うんで、めっちゃ暑いしね、行ってみたろうかなとね、思っております。でもこれで血圧が高くなかったらいいんですけどね。っていうか先ほども言いましたけども、体をね、冷やさないようにしなければなりませんね。例えば食べるものでですよ、体を温めることができるはずなので、これからはね、食べ方、ね、今まで食べ方の勉強をしてましたけども、その勉強と、さらにね、体を温める食べ物のね、勉強もね、していきます。真っ先に浮かんだのが、頭に浮かんだのがですね、生姜ですね。これから生姜をね、何かしらにちょっと追加していきますね。生姜茶とかもありますよね。病気する前は、なんて言うんでしょうね。生姜の瓶に入ったジャムなんかな、わかんないです。わからへんけど。いや、ジャムか。甘い。いや、甘くなかったな。生姜やからちょっとカッて口が鳴るんですけども、ちょっと、ハマってる時期がありまして、あれをね、生姜茶の瓶のやつをね、買ってきて、
お客様に出した時があったんですよね。お客さんにこのコーヒー、紅茶、緑茶、ゆず茶とか出してたんですよね、当時ね。その時に、以前のだいぶ前、もうちょっとだいぶ前にこう働いたところなんですけども、でそこにメニューには、このメニュー表にはないんですけども、これね、僕の私物でね、生姜茶ってあるんですけどね、どうですって言ったら、女の人みんなね、じゃあ生姜茶飲みたいってこう言うはあるんですよ。人気なんや。てか、女の人生姜茶好きなんや。か、まあ、それか、小山飲みたさで飲んでみたいかなとかね、思ってましたけども、生姜茶を出したところですね、あ、これ美味しいわ、すごいいいわ、どこのやつなんや、どこどこのですって言って、こう、お客様に提供したこともあったんですけどもね、まあ、そのおかげで僕の生姜茶がなくなったんですけども、すぐにね。まあ、結構ちょっとええやつ、まあ、デパート、百貨店、デパートって大阪弁かな、いや、全国的にある言葉だと思うんですけども、ちょっと心斎橋の方にある大きい百貨店で買ったやつなんですけどもね、割とそこのやつが美味しくて、流行りましたね、自分の中でとお客さんの中でね。まあそんな、まあ、生姜茶のジャムみたいな瓶のやつをね、やってもいいんかなと思うんですけども、まあ、ちょっと蜂蜜入ってるか、そのジャムなんで、蓋開けたら僕、なんていうんですかね、2時間以内に何でも食べなきゃダメなんですよ。まあ、そんな縛りがあって、だから、こんなジャム買うても、こんなジャム買うても、2時間以内に、その、生姜茶か、生姜茶とかゆず茶とかのね、そういうお湯で溶かして飲むやつも、食べなきゃ飽きませんねんけども、無理なんでね、まあ、一番手っ取り早く言うのであれば、生姜のチューブ、調味料的なやつね、おでんとかにピッて出すやつ、からし、練りからしみたいなのあるじゃないですか。あれの生姜があるんで、それをやってみたろうかなと思います。コーヒーに入れてみたりとか、なんか何かしらの飲み物とかね、ご飯にかけたらどうか、どうやろう、わからないんですけど、まあ、ちょっと生姜をこれから試していって、体を温めていきます。まあね、まあこのようにね、いろいろ試していくので、また報告させていただきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。